皆さんこんにちは。サイバーコネクト2ゲームクリエイターセミナー2021プログラマー編を始めさせていただきます。まずはじめに私の自己紹介をさせていただきます。株式会社サイバーコネクト2でゲームプログラマーとして、ツイッターではハンドルネームクラリスで活動しております。2020年に3年制のゲーム系専門学校を卒業し、入社して2年目になります。まだまだわからないこともただありますが、少しでも皆様のお力になれればと思います。今回のセミナーは、現在プログラムを学んでいる方、初級者の方が対象になります。ゲームプログラマーとはどんなお仕事なのか、どう勉強すればなれるのか、就職作品ではどのような点を気をつければよいかを、私自身の体験談をもとにお話ししたいと思っておりますので、ゲームプログラマーに興味のある方は、ぜひ最後までお付き合いいただけますと幸いです。本セミナーではご覧の内容で進行させていただきます。最初にゲームプログラマーはどのようなお仕事なのかを簡単に説明させていただきます。次にプログラムの勉強方法では、私自身が学生の頃に行った勉強方法や入社後にやっておけばよかったことなどをまとめております。最後に就職作品の制作では、就職作品で気をつけるべき点や私が実際に提出した作品をご紹介させていただきます。ではまず1つ目のプログラマーとはに進めさせていただきます。ゲーム開発はゲームデザイナーがゲームの仕様を考え、アーティストがモデルや画像を作成し、プログラマーは仕様を確認して各素材をプログラミング言語を使用して適切に実装します。こうしてみるとプログラマーはプログラミング能力だけを伸ばせばいいと思う方もいるかもしれませんが、それは間違いでコミュニケーションも重要になります。プログラマー同士では関数を提供する際に細かいすり合わせが必要になりますし、不具合の修正を行う際に修正方法について念入りの修正確認が必要になります。またアーティストとは表現に関する実装方法の確認、ゲームデザイナーとは後で変更したいパラメータを確認し Excel から取得するよう設計したり、新しい機能を追加する際にリスクや回避方法を提示しすり合わせを行います。もしすり合わせがうまくいっていなかった場合、実装が終わった段階で認識の差が判明し、修正するために時間を割かなければならないということになってしまいます。こういった各セクションとすり合わせを行う際には、必要な情報を相手に分かりやすくまとめる必要があります。プログラムの能力の方は、受けたい企業によって異なるため、事前に調べておいた方が役に立ちます。サイバーコネクト2の応募資格は、C++ 言語を使用して、オブジェクト指向プログラミングができる方、C++ 言語を使用したゲーム開発経験がある方ですが、実際の環境は C++ 言語と Unreal Engine 4を使用していますので、Unreal Engine 4を先に触っておくと大きなアピールポイントになります。次に、プログラムの勉強方法です。私が実際に行った勉強を例に挙げさせていただきます。一例ですので、学校のキャリキュラム等を確認の上、ご参考程度にしていただければと思います。学年別に行った勉強を簡単にご説明させていただきます。1年は C 言語と DX ライブラリで基礎や 2D シューティングやアクションゲーム。2年は C++ 言語、DX ライブラリで 3D シューティングや FPS など。3年では Unity や Unreal Engine 4でレースゲームや VR ゲーム等を制作いたしました。まずはじめに1年の作品になります。 C 言語と DX ライブラリを使用し 2D ゲームを制作いたしました。一部ステージを授業では行っていない 3D を独学で実装しております。画面右の作品はサークルの1から3年合同で行ったワンデーゲームジャムで制作したものになります。2年では C++ 言語と DX ライブラリを使用し、主に就職で使用する作品を制作しておりました。画像はございませんが、チーム制作にて FPS の制作や街の NPC や車の移動に関する実装等も行っております。就職作品についてはまた後ほどご説明させていただきます。3年では Unity と Unreal Engine 4でゲーム制作を行いました。Unreal Engine 4の授業は特になく、初の VR ゲームということもあり、制作は難しくはありましたが、チームで情報を共有しながら制作を進めました。先ほどのスライドを見て気づいた方もいるのではないかと思いますが、必ずチーム制作も行っています。
なぜなら、ゲーム制作は多人数開発なので、実際の現場に近い環境を体験することができ、チーム制作ならではのことをたくさん学ぶことができます。チーム制作を学生の頃に行うメリットは、様々な人のプログラムを見ることで技術力を上げられる、コミュニケーション能力の向上、スケジュール管理能力の向上などです。短期間でゲーム制作を行うゲームジャムというイベントがあります。このイベントに参加することで、様々な作品を制作することが可能になり、大変いい刺激がもらえるので、積極的にゲームジャムに参加することをお勧めします。次の勉強方法は、新しい情報を仕入れることです。私の実践している方法で、一番手頃な方法だと、流行りのゲームを実際に遊んで、なぜ流行っているのか、どのようにすれば実現できるのかを考えるようにしています。実際にゲームデザイナーとお話しする上で、ほにゃららのゲームのような、ほにゃららの機能が欲しいという要望が出ることもあるため、そのゲームを知っていると、スムーズに話を進めることができます。また、他の情報収集方法として、ゲーム開発向けの技術交流会のセデックに参加したり、情報収集用に Twitter のアカウントを作成するという方法もあります。特にセデックでは、実際のゲーム開発現場に起きた問題とその解決方法など、学生では少し難しいと感じるものや、すぐに実践できるものまで様々な内容の講義があります。すべて知っていて損のない内容ばかりなので、ぜひ参加することをお勧めします。他にも、様々なイベントやブログなど、ご自身に合った方法を探してみてください。次に、就職作品の制作についてです。まず、就職作品を制作する上で、最も重要なのが、ゲームのワンサイクルができていることです。ゲームのワンサイクルとは、タイトルからゲームの本編、リザルトまでの一周のことですが、もしタイトル画面から進行不能の不具合があった場合、ゲームを遊ぶことができず、どれだけ面白い作品であっても正しい評価をつけることができません。提出する際は、必ずゲームが最後まで遊べるか念入りにチェックしましょう。できれば、複数のパソコンで確認することをお勧めします。次に、いろいろな人に自分のゲームを遊んでもらいましょう。開発者は、すべての機能を把握しているため、操作感や UI で分かりづらいところや不便なところに気づきにくいです。実際に、作品選考では、制作者がその場にいることはほとんどなく、ゲームについて細かく説明することができないため、自分以外の人に一度遊んでもらい、意見を集めてユーザー視点でより良い作品になるよう意識しましょう。3つ目に、自分のやりたいことを見つけることです。この動画をご覧になられている皆さんは、ほとんどがゲームプログラマー志望かと思いますが、ゲームプログラマーの中でも、キャラクターや UI、システムやシェーダーなど、様々な種類があります。もちろんいろいろなものをしたいという方もいるかと思いますが、すべて得意になるというのは難しいため、中途半端になり器用貧乏になるよりも、一つに特化した方が現場で頼りになるということもあります。また、もしやりたいジャンルがある場合、作品でアピールした方が必ずとは言えないものの、アサインされることが多いです。では実際に、私が提出した就職作品をご紹介させていただきます。こちらは C++ 言語と DX ライブラリを使用して制作した 3D のゲームになります。マップ上にある粒子を集め、その粒子を5つのクリスタルに入れることができ、タイムアップ時に5つのうち何個のクリスタルを自分のものにできたかを競うゲームです。次に、技術的なポイントを紹介させていただきます。グロー効果です。私自身が UI など見た目に影響のある実装が好きであるのというのと、学校のカルキュラムにはないシェーダーを実装することで、自主学習能力をアピールできるのではないかと思い取り入れました。次に、VBA です。授業では、ビンファイルの書き出しのみでしたが、私は商業高校出身のため、Excel にとても親しみがあったため、入力規則など、書式設定の自動化などを実装しました。こちらも C++ 言語ではありませんが、自主学習能力のアピールにつながるのではないかと思い実装いたしました。就職作品で自分の得意なもの、今後やりたいものに力を入れてアピールすることで、制作現場に入った後に自分のやりたいことができる可能性が高くなると思います。ぜひ、今のうちに自分のやりたいこと、得意なことを見つめ直してみてください。まとめに入ります。何を勉強するか悩んだときは、気になる会社の応募資格、開発ツールを調べる。事前に気になっている会社の必要な知識を洗い出し、それを勉強することで、行きたいと思っている会社に向けてアピールができます。2つ目に、自分の得意なもの、
好きなものを分析し、アピールできる作品を制作すると丸。今後どのようなことをしたいか作品でアピールすることで担当できるチャンスが多くになりますので、ぜひ取り入れましょう。3つ目に、ゲームジャムに積極的に参加するなど、チーム制作をたくさん経験する。ゲーム制作は多人数開発であり、コミュニケーション能力がとても重要になります。チーム制作をすることで、コミュニケーション能力はもちろんのこと、様々なことを学べるので、ぜひ積極的にチーム制作を行うことをお勧めします。最後に、新しいものに興味を持ち、常に情報を仕入れるようにする。ゲーム制作で役に立つのはもちろんのこと、面接でよく聞かれる一つなので、ぜひ今のうちから取り組みましょう。参考書籍、ウェブサイトの紹介をさせていただきます。まずはじめに、ロベールの C++ 教室というウェブサイトになります。C++ 基礎についてわかりやすくまとめられています。勉強中の方はもちろんのこと、すでに勉強済みの方も知識に漏れがないかを確認するために役に立つと思いますので、ぜひご活用ください。次に、リーダブルコードという書籍になります。可読性の高いコードやテストコードの重要性についてまとめられています。ゲーム制作はチームで行うため、読みづらいコードや他の人が見て勘違いする可能性が高くなり、不具合につながってしまいます。そのため、可読性を上げることはとても大切です。学生のうちから始められる内容もたくさんあるため、一度は読んでおきたい書籍になります。次に、セデックデジタルライブラリになります。こちらは、本セミナーでも挙げたセデックのアーカイブサイトになります。ゲーム制作のヒントになる内容もたくさんあるため、ぜひ目を通すことをお勧めいたします。最後にお知らせです。ゲームクリエイターを目指す方へのおすすめのサイバーコネクト2の書籍のキャンペーンを行っております。この機会にぜひご利用ください。キャンペーンの詳細は概要欄のリンクをご覧ください。本セミナーは以上になります。少しでも多くの皆さんが同じゲーム業界で働けることを楽しみにしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。